に任しとき。あの時はちょっとエンジンの調子が悪かっただけや。今度は一味違うで。足回り中心に大幅に改造。うち特製の燃焼炭のおかげでエンジン出力は 2.5 倍や。羽さえつけたら空風飛べるで。人間乗せて走るんは初めてやけどな。大丈夫。それよりあんたついてるわ大神はん。うちの後ろに乗った男はあんたが初めてや。当たり前や。うちはどっかの誰かさんと違って身持ちは硬いんや。よっしゃ飛ばすで。ちょい待ち大神はん。そんなとこ掴んだらあかん。あかんって。もっと下や。あ、今度は下すぎや。もっと上や。大神はん、ひょっとしてわざとやないの？ええか。これが初詣かいな。なんかえらい地味やな。なんか弾みがのうて寂しいな。そや、爆竹や。爆竹鳴るぞ。華やかになるで。ほんまにつまらんな。そやな、行きましょうか。なあなあ大神はん、なんや真剣にお参りしてたけど、どないなことお願いしてたん？え、うち？もううちのことなんかどうでもええやんか。ほら行くで大神はん。ぼーっとしてたら置いていくで。真剣にお参りしてたけど、どないなことお願いしてたん？え、うち？もううちのことなんかどうでもええやんか。ほら行くで大神はん。ぼーっとしてたら置いていくで。ん？芸の匂いがする。この近くですごい芸してるんちゃうか。出初め式。へえ、これはうちに対する挑戦やな。大神はん、ちょっと行ってくるわ。本場の芸を見せたらだな。うちの出初め式、そこで見ててや。へへん、平気や平気。うちを誰やと思ってんねん。帝劇一致の彼技師、立功欄やで。ほーれ、立功欄が鬼。中華、乱れ咲き。うまいもんやろ。
のとっておきを見せたるわ。目ん玉開いてじっくり見とき。これがうちのとっておき。は？何言うてんねん。つまらんお人やな。うちにとったらこんな芸ちょちょいのちょいや。平気や平気。うちのとっておきはこれからやねんで。目ん玉開いてじっくり見とき。これがうちのとっておき。変な目で見て何ニヤニヤしてんねん。もしかしてうちの足ばっかり見てたんか。大神藩のエッチすぐに降りるさかい、もう上見たらあかんで。照れるなあ。デート1やとは思うてたけど世界1ときたか。こらサービスせなあかんな。ほらほら、うちこんなこともできるで。こんなことまで。調子に乗ってきたで。こうなったらとことんやったるわ。ぼーっとしてたらあかんで。うちのとっておきはここからや。いくで、必殺。あ、キャー。死ぬかと思ったわ。死ぬかと思ったわ。え、またかいな。あー、大神はーん。うちのこと助けてくれて。大神はん、みんなが見てる。はよ、降りよ。大神はん、こないの時に言うなんてずるいわ。うち
何も言えへんやんか。大神はん、うん、分かってる。二度と大神はんのことを話したりせえへん。大神はん、うちのことも二度と話さんといてや。かわへんやんか。その時はうちが大神はんを助けてあげるさかい。せやから今は。こんな時に言うセリフやないやろ。こういう時はな、何にも言わんでええのや。大神はん、大神はん、どないしたん。実を言うと、さっきはほんまに恥ずかしかったんやで。あないな行さんの人に見られながら指切りするやなんて。なあ大神はん、この後のこと考えてる？それやったらうちと。みんながこんなとこにおんねん。あの話せば長くなるんですけど。へえ、バレちまった。仕方ない、あんたたちをつけてたのさ。あっ、二人っきりで楽しもうなんて、あ、そうは問屋がおろしませんわ。隊長、こうなったら諦めてください。すみません、止めようと頑張ったのですが、みんなの勢いに負けて。しゃあない、こうなったら。みんなで初詣に行こうか。花組はみんなが揃ってこそやもんな。よし、決まりだ。じゃあ先行ってっからな。みんな行くぞ。大神はん、続きはまた今度よね。Thank you.
うちのことなんかどうでもええや。それよりあやめはん、あやめはんどないなってしもたんやろ。うちあやめはんのお役に立ててたんやろか。マリアはんのように銃の名手でもなければ、カーナはんのように力もない。強いて言うなら手先がちょっとだけ器用なくらいや。ほんま言うたら学校っちゅうとこにも行ったことないしな。そんなうちをあやめはんは拾ってくれた。日本で勉強もさせてくれたんや。あやめはんはうちの大事なお人や。それやのにうちあやめはんにきちんとしたお礼もできてへんのに。見んといて、うち泣き顔なんて見られとうない。悲しい時は泣いてもええやんか。あやめはんはうちにとっては心の支えやったんやから。大神はん、お願いがあるねん。うちあやめはんを助けたい。せやから力を貸してほしいんや。うち一人やったらなんもでけへんし。おおきにやで。おかしい時に笑えへんのは心が弱ってる証拠なんやて。あやめはんが言うてはった。うち大丈夫やと思う。自分の足で立てると思う。おきにな、大神はん。せやけどうちがまたくじけそうになったらちゃんと支えてくれる？そうやね。諦めたら全てが終わってまう。うち一人やったら何もできへんけど、あやめはんを助けたいって気持ちだけは誰にも負けへんつもりや。せやから大神はん、うちのこと手伝ってくれるか。うん、お気にやで大神はん。おかしい時に笑えへんのは心が弱ってる証拠なんやて。あやめはんが言うてはった。うち大丈夫やと思う。自分の足で立てると思う。おきにな、大神はん。せやけどうちがまたくじけそうになったらちゃんと支えてくれる？ないか。俺にもお礼って、もしかしてそれダジャレ？おきにな、うちのこと笑わせようとしてくれたんやろ。うちやっぱりあかんね。大神はんかてつらいはずやのに心配かけてもうて。大神はん、お願いがあるねん。うちあやめはんを助けたい。せやから力を貸してほしいんや。うち一人やったらなんもでけへんし。
おおきにやで。おかしい時に笑えへんのは心が弱ってる証拠なんやて。あやめはんが言うてはった。うち大丈夫やと思う。自分の足で立てると思う。おきにな、大神はん。せやけどうちがまたくじけそうになったらちゃんと支えてくれる？あやめはん、うち一人やったら何もでけへん。うちのこと叱ってや、いろんなことを教えてや。帰ってきて、あやめはん。いやいや、そんな言葉聞きたない。やっぱりうち諦めるなんてでけへん。みんなで一緒に助けに行こう。あやめはんのこと助けよう。大神はん、お願いや。あやめはん、助けてあげて。うん、お気にやで、大神はん。おかしい時に笑えへんのは心が弱ってる証拠なんやて。あやめはんが言うてはった。うち大丈夫やと思う。自分の足で立てると思う。おきにな、大神はん。せやけどうちがまたくじけそうになったらちゃんと支えてくれる？それが嘘やとしてもうち嬉しいわ。でもうちなんか機械いじりしか能がないし、女としての魅力もあらへんし。空を飛びたいんや。自由にどこまでも。うちの生まれた中国、それにその先までどこまでも飛んでいきたい。飛べたらどないに。不思議やな、こうしてるとうちほんまに落ち着く。なんでやろうな。大神はん、もうちょっとこのままで。おきにな、大神はん。うちなんか元気出たわ。ほな、そろそろ部屋へ戻って寝るわ。おやすみ、大神はん。何黄昏れてんねん。うん、うちもちょっと空でも見てみようかなと思ってな。あ、せやせや、ほら大神はん、これ覚えてる？
せや、父様の片身の時計や。うちな、元気がのうなった時はいつもこの時計を見てるねん。もう動かへんねんけど、なんや励ましてくれてるみたいでな。え、時計が動いてる。大神派も聞いてみて、時計が動いてるんや。ほら大神派、カチッカチッって聞こえるやろ。もしかして父様が会いに来てくれたんかもしらんわ。父様、うち元気にやってるで。いろんなことがあったけど、うち幸せやで。せやから心配せんといてな。ほら、大神藩もうちの父様に挨拶したって。大神藩、真顔で何言うてんねん。ほんまにおもろいお人や。大神藩と一緒におったら退屈せんでええわ。そや、うちとコンビ組まへん？きっとええ感じになれるで。お笑いコンビとは言うてへん。これからずっと大神藩とコンビでいたいんや。父様、大神藩ってこんなお人やけど、うちついてこうと思うねん。せやからずっと見守っててな。あ、時計が止まってもうた。父様、お気にな。ほんまに大神藩は真面目なお人や。うちの父様と顔を合わせたらおかしいやろ。もう死んでんねんから。ええってええって、うちはそんなとこに惚れたんやさかい。父様、大神藩ってこんなお人やけど、うちついてこうと思うねん。せやからずっと見守っててな。あ、時計が止まってもうた。父様、お気にな。何言うてんねん。せっかくうちの父様が会いに来てくれたちゅうのに。なんでよう花組の隊長なんかやってられるもんやわ。父様、見ての通りや。このお人はな、うちがおらなまるであかんねん。せやからうちずっと一緒にいたらなしゃあないと思うねん。苦労するかもしれへんけど、きっと幸せになれる。そんな気がするんや。せやからずっと見守っててな。あ、時計が止まってもうた。父様、お気にな。大神藩、もしかして気のせいやと思ってるやろ。まあええわ。うちなんでこんな人を好きになってもうたんやろ。父様、大神藩ってこんなお人やけど、うちついてこうと思うねん。せやからまたつまらんこと言うた時は罰与えたってな。
計が止まってもうた。父様、お気にな。今までのうちはいろんな人に助けてもらうばっかりやった。花組のみんなにはいろいろ迷惑かけてるけど、笑って許してくれるし、米田藩とあやめ藩にはいろんな勉強させてもろた。そして父様はうちのことを育ててくれて、命まで助けてくれた。せやけど一番感謝してるんは大神藩あんたやねんで。うち大神藩に会うてなかったら、こないに素直になれへんかった。今のうちがあるんは大神藩のおかげや。ほんま、おきにやで。そろそろみんなも環境に集まってる頃やろうけど、ちょっとぐらい遅刻してもええかな。もうちょっとだけ二人でこうしていたいんや。ええやろ、大神藩。うん、お気に。裁きの時は来た。この世界を始まりの闇に戻す。天よ泣け、地よ震えよ。今日こそが大いなる暗黒の始まりの日。今日こそが我が望みの成就する日。くじけたらあかんね。それじゃ悪魔に魂を売ったことになるんやで。来たれ。あれ、お立ちなさい。いいえ、私は天使長、大天使ミカエル。限りない罪禍の道に落ちたサタンと共に歩み、そして導く者。サタンがよみがえるとき、私もまたよみがえる。私は
この者の肉体に封じられていたのです。さあお立ちなさい。世界を救いたいのならあなた自身の足で。正義を貫くのは大変なことです。時には多くの屍を乗り越え進まねばなりません。しかしくじけぬ勇気が、そして何より人々を愛する結びつきが最後に勝利するのです。どんな困難にあっても希望の光は人間の心の中にあるのです。生きなさい。そして正義を示すのです。あなたたちに大いなる父の祝福がありますように。私も行きます。なんだよそのボケーっとした面よ。行きましょう隊長。あー今世紀最大のヒロイン神崎すみれ華麗に復活ですわ。お兄ちゃんアイリスも行くよ。帝国海軍少尉大神一郎、貴殿に南米演習の教官任務を申し渡す。なあ、俺が推薦しといたんだ。お前はそれだけのことやってのけたんだぞ。花組を一つにまとめ上げてこの帝都の平和を守った。なかなかできるもんじゃねえよ。大神藩やるやないか。大したもんや。まあ大神藩には遅すぎたくらいやけどな。ほんまにおめでとうやで。ほれ大神、お前からも言うことがあるだろう。それに今うちがここにいられるのは大神藩のおかげなんやし、
せやからそう思ってもらえたんならうち嬉しすぎる。大神藩、海軍に戻っても頑張るんやで。うち応援してるさかいな。それじゃ俺の話はここまでだ。休みは明日からだ。ゆっくり楽しんできな。はい、わかりました。それではみんな解散よ。今日はもう遅いわ。さ、部屋に戻りましょう。はい、おやすみなさい。大神藩、もう寝た？ちょっとええ？あんな大神藩、空飛んでみたない？ほんなら明日からの休みうちに付き合うてみいひ？実はうち初めての人は大神藩って決めててん。ほな約束やで、ちゃんと迎えに来てや。お楽しみは明日までお預けやな。おやすみ、大神藩。お母様とおばあ様へのお土産も買ったし、うん、これで大丈夫。気は進みませんが、たまには実家に顔を出しませんとね。花小路伯爵の警護任務、私の休みはこれが終わってからになるわね。修行の旅に出る前に親父に一言挨拶しに行かねえとな。パパとママに早く会いたいな。楽しみ。よっしゃ、このプラグをつければ完成や。あとは大神藩が。わざわざ来てもろて。ほんでうちはもう出かける準備できてるけど、大神藩はどない？よしよし、ええ感じやね。ほなみんなに挨拶してから行こうか。大神さん、私たちもう行きますよ。おっと、みんなもう行くんかいな。ほな、お見送りせな。アイリスね、パパとママに会いにフランスに行くの。あたいは沖縄に帰って親父に挨拶してこようかな。修行の成果も話したいし。私は花小路伯爵の警護任務がありますので、お休みはその後で取らせていただきます。私は実家に戻りますわ。おじい様に呼ばれてますので。
私は仙台に帰って帝劇のことや大神さんのことお母様たちに報告してきますね。私たちもお休みは本当に久しぶりだから思いっきり楽しまないと。そうですよね。やりたいことがいっぱいあって悩んじゃいますよね。大神さんたちも良いお休みを過ごしてくださいね。そうですね。でもほんのちょっとのお別れですから。それにたとえ離れていても私たちの心はいつでも一つですよ。だってそれが帝国歌劇団なんですから。違いますか大神さん。行ってきます大神さん。みんな行ってもうたな。なんやあっけないもんやね。そういえばいっつもみんなと一緒におったさかい、なんや寂しいな。せやけど大神はん、うちらはずっと一緒やろ。なんや照れくさいな。やっぱりうちこんなんあかんわ。行こう大神はんに本間門の空見せたるわ。Thank you.
抱きしめて麗しみ